こんにちは、こんばんは、チャリジーです。平坦な道ばかり走っていても、デブ症は改善されないので、上り坂も走ってみました。近所にある鉄道廃線跡地を、利用した自転車道です。JR 鹿児島本線、植木駅から分岐して20キロ北の、山賀、を結ぶ軽便鉄道がありました。鹿本鉄道、と言います。後に、山賀温泉鉄道、と、改称されました。今日走ったのは、植木、から次の、長浦停車場、までの1駅 2.5 キロです。最初に長さ 1.5 キロ、2.5% の上り勾配があります。何分にもお金のない弱小施設だったので、十分な災害対策もできず、大雨が降るたびに線路が流され、運休になりました。線路はこの先、まっすぐ伸びてその先にトンネルがあったのですが、このトンネル、現在は埋められて通れないので、自転車道は迂回しています。
間もなく、長浦停車場に、到着です。2.5 キロの上り坂を、12分ちょっとで走り切りました。平均時速12キロ、デブ症の割には上出来です。ご視聴ありがとうございました。